はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやっていきます。定期的に当たるこのゴチルゼルはね、マジで許さない方針だからね。これは先日無限大なハッピーナスアット1で多分確定でよくて、ラスト誰がいいかなぁ。まあ、ゴチルゼルに弱いポケモン投げたくないから、まあ、投げるんだったら、ヌオーを、もしくは、誰かって話だけど。ダイナハッピーアット1で、まあ、ヌオーバンギのどっちかかな。ただ、ダイナハッピーって投げてる以上、相手のウーラオス、海王がサンダーは全然余裕あるから、まあ、ダイナハッピーしか投げたくないんだけど、逆に。まあ、ダイナハッピーは、とりあえず確定で選出するから、これでよくて。物理の駒さ、他にいないからな、相手。で、バンギも別に眠んないから、あんま投げてもしょうがない話あるから、でもかといってヌオを投げて、ヌオを投げても別にって感じだな。本当にこれ2体でいい話あるよ。ゴチルゼルを考えて何か投げる意味も別にないし、まあラッキーにヌオを投げるとちょっと強いぐらいか。まあヌオでいいか。特にヌオの役割対象いないけど、まあ、ゴチルゼルに殺されないっていうだけでもまあ投げる価値があるかな。ああ、でも言うて、ああ、まあでも TOD なら TOD で別にいいな。これ多分受けミラーの TOD が発生しそうなため、時間を計っておきたい。ストップ、ゴチルから来た。何打ってくるかによるけど、とりあえずこれでタイマーをスタートして、ゴチルから来んのか。まあでも初手に投げない理由、引き先いるんだったら、投げない理由ないもんね。まあ身狩りでいいんじゃない？なんかこれ初手からもう TOD になるのが目に見えてる。トリックとか一応ケアになるし、コスモパワー、それさ、相手ラッキー投げてて、いや無限大のデカさがでかいから、相手の選出考えるか。ゴチルはめっちゃちっちゃい。まあ、ヌオで勝ってるとして、海王がラッキーとかでも、ハッピーナス無限大の方がでかいから負けないから、TOD の時は、そう、こういう風に、名前ね、TOD の、その、話をする、ラジオ動画を撮ったんだけど、TOD は、こういう風に、最初からなんか、相手の裏を想定して、なんていうの、でかさを考えとくみたいなのが結構重要で、で、マジフレ打ってる以上、ゴチル、瞑想はないわけだから、火力、クソゴミなんだよね。最後のターンに、何押すかによるか。でも、マジフレ連打しない理由はないな。他に打つ技も別にないし。どうしよっかな。ゴチルを削って終わりたい。でも、そのためにはゴチル眠んなきゃいけないから、そうだったらこっちも満タンにできるわけで。身代わり持ってんだ。それちょっと鬱陶しいかな。でもさ、C がさ、2個下がってる時点で、だいぶディスアートじゃない？身代わり、コスモパワー、アシストパワー、眠るで多分技構成これ確定だから、そうなると、まあ、だいぶ雑魚のはずだけどね。コスモパワー2回押しててもさ、身代わりぐらい割れん？ちょ、割ってくれ。で、そこにマジフレ、もう2回ぐらい入れとけばいいか。割れない。割れないの鬱陶しいな、ちょっと。まあ、それでも相手、あれだな、眠んなきゃいけないから、殴り続けて多分いいんだよね。本当は、あれはね、似たような構築の受けループ同士で、受けミラーの TOD の動画撮りたかったけど、まあ、相手もでも言うてラッキーヌをゴチルゼルって結構その、ね、似た匂いではないよ。同じにしないでくれ、ゴチルゼルと。僕はゴチルゼルが嫌いだ。身代わり。身代わり一回無駄にしたね。多分次あったりで割れるんだけど。まあ割れたら、で、身代わり張ってないんだったら、マジフレ叩き込んで C 下げとけばよくて。っていう、そうだね。なんか、ゴチルゼルにね、負けない駒が結構多い、受けループは。だから、そう、その、ゴチルゼルで負けない、に負けない駒だけで戦術を固めるのが強くて、ただ、
なんか選出しなきゃいけない場合があるじゃん。例えば、ドヒドイルとか、エアムドとかを。それの時がやばいんだけど、それがいない以上は、こっち有利にだいぶことが運ぶ。ダイマックスの BP はちょっとだけ残しときたいかな、そんで。ちょ、あれだね、TOD を解説するために、前の試合はさ、割と、普通に TOD が起きただけだけど、これは、受けミラーの、受けミラーではないけど、受け寄りな感じのミラーの TOD だから、なるべく、カットなしでちょっと、全部見せたいね。って言っても、まあ別になんか、編集が決してね、めんどくさいからではなくて、全部、見せるっていう目的で、そういうわけだから、勘違いをしないでほしい。決してね、決して編集がめんどくさいから、まあ受け身の TOD20 分垂れ流せばええやろっていう考えではないことは、ちょっと分かってほしい。これで割れないかな。マジフレソンで6回入れて、無限内の PP 切れることはさすがにないから。ああ。マジフレこう入れて、3回入って、まあ、ゴチル回復しても別に、雑魚だし。ワンチャンここ急所でさ、飛ばせる話ない？あ、それはマジフレも一緒か。さすがに飛ぶわ。急所だったら。相手こう眠んなきゃいけないから。マジフレもう2回入るね。はい。血下がって、眠る。あ、PP はね、20分じゃさすがに、なんか全部の技が PP8 しかないとかじゃない限りは。枯れることはないから、じっとしてられる。あー、眠かごか。まあ、それは割と鬱陶しいけど。これ逆にこっちがあれだな、急所が。まずい。話出てきちゃったね。無限大なんで、身代わり以外で急所もらうのちょっとやばい。でもさ、あれじゃね？言ってコスモバーの威力最大になっててもさ、最大っていうかその、120か。6個かける2で。で、かける10。20、240になるっけ？いや、でも言うて C6 段階下がったら、さすがに威力ゴミすぎるから、話になんない。ここマジフレでいいな。さすがにいくらなんでもね、話になんない。身代わりも割れないんじゃないか。身代わり割れないんだったら身代わり再生ってやればいいから。で、また身代わりってやればいいから。だから上から身代わりを貼れる以上、負けようがないから。身代わりが一発で割れるかどうかが、ターニングポイント。相手瞑想だとなぁ。なんだよなぁ。B が上がんないから。ああ、でも C 戻っちゃうから。結局、どっこいみたいな話はあるか。でもまあ、起点にする相手のこと考えると多分だけどね。あれなんだよね。コスモパワーで B と D 両方上げた方が多分強いと思われる。どんぐらいいくこれ。身代わりいく残んない残れ。残らなくて、ここ急所負けだけど、僕もでも言うて急所当ててないからね。それは、さあ、おかしいじゃん。起きてることは。これ多分、ゴチルゼロいい感じに削った方がいいんだよね。隙を見て。どんぐらい入るっていうか、アシストパワーがそもそも枯れる話があるぞ、これ。こんなもん。やばい、結構ギリギリだな。アシストパワーが枯れるからね、さすがに。C4 段階下げか。こっから再生連打でいいんじゃない？アシストパワー、なくなるでしょ。これもしかして相手最初からゴチルゼ全部いけんのか？ハピナスから入んなきゃダメだったか？じゃあ急所ほんとやめろ。僕の C が下げてきた努力を、返せ。まだ当たってないからいいけど。これ結局じゃ、やばくね？起きてることゼルネアスとあんま変わんない話あるな。いや、まだ自己再生連打だ。身代わりをどっかで押す話はなくはないけど。そうするとあれか、急所、もらう、その、アシストパワー打たれ続けるとやばいけど、その確率を、急所をもらう確率を半分にできるといえば半分にできるか。2回に1回身代わり押すんだったら。身代わりで急所もらえば美味しいわけだから、それはありだな。言うて悪い話じゃない。結構。で、相手どっかで、あれだね。アシストパワー打ち続けると多分枯れるから、別の行動を取らなきゃいけなくて、その隙に身代わり残るか再生一回余分に押せるから、次殴ればいいや。
アシストパワーってさ、ちなみにだけど、PB いくつですか？知らないんだけど。やばこれ、36あるけど。要は、え ?36 じゃない。30か。PP って、10の技が16になるから、1.6 倍。だから、32か。地球投げと一緒か。数えてないの悪すぎるわ。数えてないのはちょっとさすがに悪すぎる。けど、32回でしょ？いや、枯れる。16回しか打てないわけだから、自己再生と打てる回数一緒で、枯らせる。ただ相手多分ね、どっかで気づいて、最後の方のターンに残した方がいいんじゃないかも、みたいなことに気づくはずだから、それだけ気にしなきゃいけないな。ここも身代わりでいい。で、身代わり置くのに削れるヒットポイントとヘドロの回復量の差分だけちょっとずつ削れていくから、どっかで再生2回押さなきゃいけないけど、再生の PP がまあ身代わり押してる分余るから、まあ相手の方が破綻していく。眠る。これね、半分削れないのは結構重要なはずだから、で、今、試合時間10分ぐらいでしょ。これ多分、ターン数と時間の調整は多分必要で、ここマジフレ打っていい。少しでも削っときたい。ダイマックスを2回じゃ多分割れないから3回は残しときたい。多分だけど、一応ダメ消するか。無限ダイナの、火力振ってないんだよね。ダイマックス4で、D が上がりきっちゃってるんだけど、こっちレベルが。プラ6。あ、3回は必要だね。マジフレ絡めれば絶対あれか。割れる感じか。つまり、2、2、あと2回、あれできるな。あ、OK。相手気づいたね。動画になんねえじゃん、ふざけんなよ。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていきます。ちなみに、さっきの試合は、TOD で、途中で、相手が降参しちゃって終わったから、動画にならないと見せかけて、動画にしてるからね、僕、無理やり。多分、あのまま続いたらどうなんだろう。なんかね、わかんない気がするわ。だから眠るのターンと、身代わりが割れるターンをうまく、こっちが調整できる以上、多分いけると思うんだけど、わかんない。なんかミスったら負けるかもしんないし、普通に相手が、絶対勝てるルートがあったかもしんないけど、いやもう、ゴチルゼルに負けんのは本当に尺だから僕が勝ったってことで、OK ってことにします。で、これはヌオー絶対選出の、無限ダイナも投げたい。で、ラストが、ゲロゲの型次第ではあるけど、無道も投げたいけど、バンギかハピも欲しい。サンダー考えるとさすがにバンギ欲しいんだけど、いくらなんでも、ガマゲロゲが重すぎる。ちょ、物理か特殊かわかんないです。言うてカイリューも物理か特殊かわかんない。マジきついな。ダイナー、ヌオーは確定。アット1。言うてこれね、ヌオーから入った方がいい話あるわ。ヌオーダイナー、アット1は、サンダー気合で頑張るなら、無道でいいと思う。言うて、特殊のガマゲロゲはダイナでまだちょっと頑張れなくはない。てか、ターンからす手もあるから。あー、これね、もうね、バンギ投げといた方がよかったかもな。いや、でも物理のゲロゲ重すぎる、さすがに。でも物理のゲロゲあったら、そのバンギ投げて砂で、うにょうにょしてさ、それで無限ダイナで上から殺すっていうパターンがなくはないから。いや、でも地面の一貫のまずいな。ダシャンから来た。オッケー、世界一の出し勝ちをしていて、そう、これがあるのと、ゲロゲから入られてても、相手多分ね、草技打ちたいはずなんだよね、ヌオを殺せば。あの、ザシャン通るから。だから、ダイナ引きから身代わりでいいかな、みたいな思って。これは毒で。まあ、引くでしょ。でも、毒読みで一回突っ張る話はないけど、いや、あるけど、引いてくれたわ。オッケー、でか。ゲロゲに毒入んの、世界一でかい。当てろよ。オッケー。ここ、マモルあるとさ、一旦様子見れる話があるんだけど、ここ草技打ちたくない？超草技打ちたくない？いや、草技打ってくるにしても、無道引きでいいか。
水技、ストリームとか打たれたら、あ、ストリームだったらダイナで食らった方がいいか。ダイナ引こう。いや、なんかね、無限大のね、HB に、図太いにしてね、B に振り寄せたらね、なんか S 場もね、ギリギリいけなくはないかなぐらいな感じになったから、ちょっといいね。いや、ヌオは S 場のダイマックスなければ、対面からならそこ、後出しできないの弱いんだけど、膝以外だったら後出しがまだ効くから、で、5つ目で相手有限な以上ね、ちょっといける。ちょっとだけね、ほんとちょびっとだけ、さっきっちょだけいけるぐらい。ほんとに、ヌオでは何もダイマックスを考え、ダイマックスを考えなくても浮かんないんだけど、それは、雰囲気でなんとかする。でかくしてきたのはさすがにストリームでしょ。で、ストリームにダイヤ投げれたのはめっちゃでかい。相手多分ね、抜き、そう抜きたい以上はさすがに、ストリームあんのよ、ここ。ヌオ貯水なわけがないし。ああ。で、次は明日だから、そこに無動を投げるわ。ストリーム連打してきたらちょっと、うまいけど。これ特殊じゃね型。ダイナ B のが振ってるから、こんな入んないと思うんだけどな。身代わりが、あ、でも乱数で割れるんだよ。弾か。弾は乱数で怪しい。いやー、これ物理だな、特殊。わかんない、わかんない、わかんない。ごめん、ごめん。わかんないよー。でもね、ダイマックスも相手もうないわけだから、こっちで、ヌオ残せば、ザシャンが見れてる以上、で、毒でこいつも死ぬから、頑張ればいける。ガマゲロゲに対してはこういう、なんか、肩を一回見れる動きができるといいね。あと、初手で、ヌオザシャン対面初手から作れてるのがめちゃくちゃでかかったけど。いやー、ここガチ、いやー、ここねー、ダイナ引きが多分通りそうなんだけど、いや、言うて多分ダイナないならもういけるから無理なことする必要なくて、やばい方だった時のこと考えると多分プレスを打っとくべきなんだよね。ダイマックスターンは無動ダイマ切って、あ、じゃあアメターンカラスとかっていう話もあるし、オッケー。相手の深読みだね。僕今これ700位ぐらいからもう打つ、相手の人200位ぐらいだからさ、まあ、結構読んでくるよね、こういう強気に。ここダイナめちゃくちゃ引きたいしな。こっち別にね、無動いらないんだよね。そう、なんでかっていうと、相手がもうダイマなくて、ザシアンをヌオで見れてる以上、他全部無限ないので、まあ、まあ、ちょ、海竜が怪しいけど、海竜だったら、まあ、特殊じゃないんだったら、そもそもヌオで、まあまあ頑張れるから、ハチマキやったら、まあ、でもダイナで、あれね、ヌオで削ってダイナで殺してみたいな。いや、いや、ヌオで再生連打でいいな、そうだったら。一生殴られるわけだから。っていう感じで多分いける雰囲気があるから、こういう動きをしてるんだけど。まあ、プレスでいい。さすがに水技、引く。でも裏にプレス入んの結構でかいけどな、こっちして。ザシアン。ザシアンにプレス入んの超でかいよ。まあ、ザシアンは言うて、いつか死ぬポケモンだから、いいんだけど。まあ、次あたり釣ってくるんかな。でも、もう雨降らせれなくて、無動で時間稼い、雨枯らして、枯らせるから、ここ釣られても無限大を投げて殺せばいいからいけるわ。釣るよね、さすがに。ああ、まあまあ、釣ってくんのは分かってんだけど、それでもいいから、いや、毒で削れるからね。相手多分もう草技願望で打ってくるでしょ。さすがに地面技、無限大を投げちゃうとまずいから、無動引くけど。ああ、雨枯れて。いや、これで物理型だったら、こっから多分、無動で、跳ねれんなら多分いけるってか、毒稼げるから、それでもいいんだけど。物理型、いや、わかんないわ。本当にね、ガマゲロゲがね、いつまで経ってもね、ダイマックスしかもされるとさ、技が見えないじゃん。だからその、いつまで経っても型がね、わかんないか、型が分かった時には、こっちが死んでるっていうさ、それがきつい、マジ。最終日もなんか前期もずっとこんな感じだったわ。ガマゲロゲしかも突然増えたからなんか、対策できないっていうか、分かってても対策できない。あー、特殊か。まあ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 、いいんじゃない？特殊な水技食らってもさすがに無動死なないから。いや、鉄壁積んどく？いや、ない。さすがにないわ。あ、毒で死ぬから羽でいいな。無動のヒットポイント残せるなら残したい。オッケー。いいね。やっぱやってると楽しくなるわ、このゲーム。じゃあ、お疲れ様でした。